茶番だ。尖閣諸島をめぐる不適切発言の責任で辞任した NHK 理事が、わずか1週間後に再雇用されていたことが明らかになりました。偽装辞任ではないかとの疑念が上がっています。問題の発言があったのは、8月19日に生放送された中国語ニュースでのことでした。原稿を読んでいた中国人スタッフの男性が突然、尖閣諸島を中国の領土であると述べるなど、ニュース原稿にはない不適切な発言を契約27秒間続けました。この問題を受け NHK は、幹部役員報酬の自主返納などを発表。国際放送担当の曽畑健二氏は引責辞任していました。ところが、辞任からわずか1週間後に、曽畑前理事が NHK メディア総局のエグゼクティブプロデューサーとして再雇用されていたことが明らかになったのです。曽畑氏は、モスクワ支局長やアメリカ総局長などを歴任し、関連会社社長を経て、今年4月に理事に就任。国際畑での経験や実務能力などへの評価が高く、再雇用の理由について NHK 幹部は、海外にいた知見を生かしてほしい、などと説明。別の関係者は、中国人スタッフの問題発言は、生放送中の事故のようなものであり、辞任はもったいないと思っていた、と話したということです。この問題にネットユーザーや局内からは、偽装辞任だ、茶番など、非難の声が上がっています。